2023年11月13日、民間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI は、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニングアイアイ戦闘機を運用に必要な一連の試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定と発表しました。今回は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験について見ていきます。加賀は、改造後、初めての長期航海に出ます。そのまま、F-35B を加賀基地艦載しての寄港ということは、さすがにないでしょうね。中国への抑止効果として数機乗せてきたら、なんて声もあるようですが。USNI が言うところの日本最大級の軍艦というのは、世界に誇る海自の出雲、加賀護衛艦のことです。海上自衛艦と航空自衛艦で構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているそうです。USNI の分析では、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同海域で、空母化改修後の出雲・加賀護衛艦が、F-35B 運用に関する各種試験を実施するのではということです。日本政府と防衛省は、2013年以降、海自が保有の出雲・加賀護衛艦2隻への空母化を着々と進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していました。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しているとか、それらを運用する飛行隊を、航空自衛隊に新たに作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れてのことと考えられます。イギリス海軍の空母のプリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での各種テストで、無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、同様のテストを出雲・加賀護衛艦でも実施する可能性も推測されます。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズは、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。この船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドなど4つの地域で、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立ては、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうです。ここでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズの改修工事も行われました。プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22のために、イギリスのポーツマスを、2022年8月27日に出航しましたが、出航直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されました。この発見によって、演習航海は中止となりました。その結果、皇太子プリンス・オブ・ウェールズに代わって、女王クイーン・エリザベスが9月8日に出航することになったのです。もちろん、ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期することになりました。この損傷について、英国放送協会 BBC は、アメリカへの演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら岸に戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんね。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を受けましたが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが飛んだこともあり、国防大臣が、これは一時的な応急処置であると釈明する事態になってしまいました。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にドックを出て、7月28日には、CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、
軽空母への改修が完了した海事護衛艦加賀は、2023年11月17日に呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか。派遣艦は、空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではと噂されているようですが、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B を使用して、空母としての機能をチェックする目的ではないかとも見られています。出雲旧の空母化ですが、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを、参考に課題の棚卸し後、2万6000トンサイズにあった空母化改装をすると思われることから、空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないと考えられるのです。艦艇排水量のうち、満載排水量とは、船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を含めた総合重量になります。強襲揚陸艦の場合、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれることになります。上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住区が必要ですし、装備には戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要ですよね。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではないのは言うまでもありません。また、加賀の空母化改装が終わっても、艦載機である F-35B の購入も、空自パイロットや整備員の養成もこれから始まるのだと言っても誇張ではありません。こういった過程が終わっても、搭載可能な F-35B はわずか10機ですから、戦力では中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは比べ物になりません。最有力と思われる使用方法は、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。さて、もう少しプリンス・オブ・ウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において、7月29日、飛行甲板が使用再開されましたという投稿が、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともにアップされました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関しての投稿が再びありました。前でのトップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。いずれにしても、プリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は、万が一台湾有事が起きた際には大活躍すると期待する声も多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇なので、基本イギリス領海にいるのでは?と思うんです。となると、台湾有事になった場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、かなり時間がかかるのではないかなぁと心配になってしまうのは筆者の素人考えでしょうか?鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ鹿児島県下で、日本に
初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種ヶ島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に、日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は、民間のタストンエアポート社という、企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのダストンエアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは、非常に重要で、かつ、喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し、工事を行う必要に迫られていた。というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の硫黄島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP を、もっと、日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とは、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも全長で300メートル。排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には、高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、航空母艦が入港している際に、陸上の滑走路を、その代替として離発着を反復して行うものである。具体的に2024年時点で言えば、神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが、同港に入港した際に、陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においても、その実施場所の確保は最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、艦載機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは、厚木基地、翌1983年からは、東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり、三沢基地及び岩国基地は、駐機場である神奈川県の厚木基地からは、非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は、厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうど、この時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は、可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから、F-A-18 ホーネットへと移行されたが、この変更も、陸上空母離着陸訓練 FCLP に、大きな影響をもたらした。F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった F-A-18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカでは、
バージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから、抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において、F/A-18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して批判の声が大きくなり、前述したように1991年8月以降は小笠原諸島の硫黄島にその部隊は移される。ただし厚木基地から硫黄島までは直線距離でおよそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に対象搭乗者の負担の増加や時間、燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から日米の両政府は日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島大黒神島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかしこの大黒神島の代替地案も地元住民をはじめとする猛烈な反対に遭遇し、同島を管轄しその計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的にその移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際にはその艦載機は岩国基地へ駐機することとなり、陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は非常時のみの使用とされた。しかし岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離はおよそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練 FCLP の人的、時間的、距離的な問題を全て低減させることは明白だった。そのため一部から根強い反対活動はあったものの、前述したようになんとか日本政府が馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、旧所有者のダストンエアポート社の関係者を除けば事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は2023年度の補正予算内に馬毛島の整備に2684億円の経費を計上。陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけに止まらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲片護衛艦の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置はそれらの課題に対する備えとしても大きな意義を持つだろう。